香港発揮のベアリングタックルの現役最強決定戦の阪神の方そうやね、宝塚で現役最強が決定戦黒のか本当ですか、足故障しましたよ、ね、映れへんかな、これ映れへんかな
席になりました。東大ウラ直球です。おめでとうございます。ありがとうございます。まずこの勝ち方、一言お願いします。はい、もう本当にすごいことをしたなと思います。素晴らしい場です、スタートから振り返っていただきたいんですが、積極的に来ました。どんなリズムで最初はいたんでしょうか。では開始、今、下ろすまではちょっと揉んでたりしましたけど、走り出してからすごくリズムが良かったですし、最後の方は少し力み流れがなりましたけど、本当にいい雰囲気で会心を終えることができたので、今日のこの雰囲気なら、いい走りができるんじゃないかと思ってゲートを切ったんですけど、まあ、馬場的にも周りの馬的にも、もう今日はこうスムーズに花まで行ってしまおうということを選択してこの競馬をしてきました。 1000m が59秒8分を切るようなペースでした。当時のリズムはどうだったでしょうか。この馬がもう力みすぎてない程度に走った結果がその時計でした。先頭で直線を迎えました。3冠馬を最優秀短距離馬を狙っていたと思いますが、直線はどうだったでしょうか。4コーナーで、後ろとの距離を確認して、まあ、できることなら馬場の真ん中に出したいなという思いがあったので、後ろとの距離もありましたので、迷惑かけることなく馬場の真ん中に出すことができましたし、まあ、その後もしっかりと最後まで走り切ってちゃんと勝ち切ってくれたなと思います。最後は予選つけませんでしたね。やはりこういう馬場なのでなかなか伸びてくるのは難しいと思うんですけど、その中でもこの馬自身とてもリズムよく走ってきながら、ゴールまでしっかりと走り切ることができた結果が、この勝ち方だなと思います。これで6戦6勝無敗街道は続いていきます。この馬に対しての期待をお願いします。始まる時から乗り子の高さは間違いなく、前回受賞を何とか勝つことができて、今回不安の方が大きかったですけど、それをこうあっさりと克服してくれて、こういう勝ち方をしてくれるこのメンバーで勝ち切ってくれましたので、この後この馬が背負っているものというのは極端に大きくなりましたから、それに見合う走りを今後もできるように一戦一戦しっかり走っていきたいなと思います。おめでとうございました。川田優雅ジョッキーでした。ありがとうございました。